おっしゃ、あーすっげー。おはようございます、釣り子 TV です。本日の動画はこちらのルアーなんですけども、デプスのですね、ウェーブメンバー限定で買えるジャイアントベイトコードネームバス、これはですね2020モデルのですねフローティングモデルなんですけども、これをねちょいちょいね、調整して、それでもってね、魚を狙っていくっていう、こういう動画なんですが、まずはね、これね、こんな感じでちょっと浮力帯を入れてですね、より浮くようにチューニングしてますよっていうところと、あとはね針をね少しね大きめのものに交換してみております。まあこんな感じのね、調整で、どういう活躍をするのか、まずはですね、こちらをご覧ください。よし、やっとかさあ今日もデカいルアーナイトの時間です。何からやろうかな。シーバスもいる。ああ、コードネーム追っては来る。出た？いいね。スーパーサミーナイト2。俺今日コードネームバス行けっかもしんない。なんか今までで一番来てる気がする。いいとこ取ってるよこれ。潮止まりかね、なんか動く、何枚流れないね。乗んなかった。今日来てるよ。メガドックだったら絶対乗ってる。そこにロマンがある。今日はいける気がする。フックでかくなりすぎた説もあるから。泳ぎはいいね、全然。
忘れちゃうぞ。よいしょ。乗った。あっ、やべ。ダメか。どうしたどうした。おお、ありがとう。ありがとう、釣れた。はい、高素粘バスに来ましたよ。いやー、これはなかなかいい感じで引いてくれました、ね、いやー嬉しいな。ちょっとね、高素粘バスがでかいからね、魚小さく見えちゃうかな。こんな感じで釣れちゃうんですね、シーバス。イエーイ。レボのビーストロケットにバンタムの組み合わせ。いやー、よいしょ。ねえ、嬉しい。結構ね、今日はねコードネームにアタックがあったんでいけるんじゃないかなと思ったところのドン。よし、まだまだねちょっとこれから試合スタートって感じかもしれないんで頑張ってみます。はい、で今回ね、針をですねちょっと BKK の50番ってちょっと大きめの針にしてね、シーバスだとこう吸い込みのバイトが多いから、あーちょっと針の方調整したところ、ダン。イエーイ。あー釣れました。よいしょ。コードネームがでかいからちょっとねサイズがあれって感じですけども、何センチか一応測っておきたいと思います。69。はい、今年モデルのねコードネームバスのフローティングモデル、ちょっと詳しいのはねまた解説させていただきますけども、ちょいちょい改造してみております。はいはい、帰ってきました。というわけでね、これね実際に釣ったコードネームバスの、フローティングモデルなんですけども、最近ねこのね針を少し変えたよっていうところでね、それまでね結構バイトはあったんですけども乗り切らないっていうところがあって、それがねしっかりとねフッキングするようになってきたなっていうことで、まずねそうしたら針のところなんですけども、はい、こんな感じでね、BKK というメーカーの、スピア 21SS っていうねこの針ね見つけてきてですね、最近お気に入りで使っているんですけども、比較的そこまで太軸ではなくて、50番まで、ラインナップしているっていうところね、これがねお気に入りで、ちょっとね試しにね使ってみてるんですけど、こんな感じで、見てもらうと、そこまでね大きな針ってなるとねだいぶ太軸になったりっていうのがあるんですけども、そんなにね前後つくないっていう、実際に出してあるものが、はい、こんな感じの針なんですけども、形もねオーソドックスな感じで、でねフッ素加工がされていて、
ね、こういう感じの針なんですよね。で、これがね、オリジナルで付いてるコードネームバスの、フェザーフックなんですけども、これもね、めちゃくちゃいい針だと思うんですけどね、バランスなんかも考えられていて、これがね、標準装備で付いているんですが、それと比べてもね、だいぶね、こう大きくなるというかね、シャンクも長くなってっていうことで、ブラックバスとかだとこう、なんだろう、大きな口でガバーってね、吸い込むっていうね、感じの食い方になるんで、ね、この針でね、間違いないのかなっていうところと、あと、フェザーフックのね、メリットとかがあると思うんですけども、シーバスの場合はどちらかっていうと、大きなサイズの魚であっても、パッてこう、吸い込むような瞬間的なパッってね、そういう感じのバイトなんで、そんな時にね、こういう大きめの針の方がね、あとね80センチとか超えてきたりね、しますので、まあこのぐらいの大きさの針でもいいんでないかなということで、まずね針を PKK のねスピア 21SS っていうのに変えております。そしてはい、あとねこれですね、楕円っていうねスプリットリングマリアのやつなんですけども、少しねこういうね楕円形のスプリットリングがあって、これをね、2つ連結して、さらにねこれにこういう感じで、でこれで2連結にすることによって、ボディからフックまでの、ストロークを長く取ることによって、瞬間的な、吸い込みバイトもスパンってね、口元に届くようにっていうね、そんな思いもあって、こういうね、楕円スプリットリングっていうのを使っております。はい、そんな感じで、大きめの針を乗せて、さらにスプリットリング増設チューン、さらに楕円で、ストロークを取るっていうね、こんな感じで調整してみたところね、針回りはこんな感じですね。うん、でも50番ねつけて、そんなにこう見た目のバランス的にはね、どうでしょうか。俺はね結構こんな感じが好きだなっていうことで今やってみているんですけども、で、ここですね、まあ、ちょっとしたチューニングっていうことで、浮力をアップしたいなっていうことでね、こういう感じでよく見るとここら辺にもね、あとこことかにもね、はい、ちょっとね浮力をアップしておりますっていうことで、まあまあまあ改造っていうほどでもないんですけどね、簡単なお手軽チューニングっていうことで、最近好きでやっているんですが、はい、これね針を出した後の、まあなんだろう、針が入ってるケースですね、これをですねこう出していくと、ここにこんな感じのもの入ってるじゃないですか。これに針がねくっついていてっていう感じなんですけども、これをね、任意の大きさに切って、それでボディの隙間にねつめつめしているっていうね、こういうことなんですね。でこれをですね、こういうまあカッターナイフとかでこう薄くスライスしたり、あとはちょっと大きさをしたりして、こんな感じのね、パーツをね、作っていくんですね。これをボックスとかポケットに忍ばせておいてですね、こうまあ適当にね詰め込みやすい大きさにこう切ってね、こういう感じね、作っておきまして、でこうやってね、ボディに詰め込んでいるんですね。まあ見た目にはねそんな綺麗ではないかもしれないんですが、気になる人はもしこういうのやろうと思ったらですね、綺麗な形に切り取って綺麗に仕込めばいいと思うんですけども、自分はまあ結構、雑なんでこんな感じでね、重りを入れてね、例えばこのフローティングモデルをちょっとスローシンキングに調整したり、ファーストシンキングに調整したりっていう、そんな感じのあると思うんですけども、でこういう台紙をあるじゃないですか、でここにねこういう感じでコードネームバスだと隙間があるんで、ここにこうやってねじ込んでいくね、ギューってこんな感じね、まあこっちいっぱい入って、はい、タタ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 、この BKK すごい刺さりがいいんでね、ここに、隙間がある、隙間にねじねじと、こんな感じでねじ込んでいくね、それで、投げるっていうね、
まあね、このコードネームバスのフローティングモデル、あの浮力も十分あるんで、この浮力を入れなくてもこれぐらいしょったぐらいではね、プカーンって浮くんですけども、よりね、体をこうパッてね、出してアクションしたいなっていうね、水面のなんていうかこう波紋をより多く出したいっていうことで、こんな感じのね、調整でやってみているんですが、この感じにしてからね、あの魚のかかりも良くなってきたなっていうところで、いろいろね浮力抜いたり入れたり抜いたり入れたりしてね、で、まあ、針のところはねこれで具合いいなっていうことでね、やっておりますが、まずね、ルアーのところはねこんな感じで最近、ちょっとした汚いなこうボコボコになってるんですけども、こういう感じでもね綺麗にねクイックに、任意のアクションが出せるっていうことで、非常に懐の大きいルアーだななんていうのは最近、感じております。で、タックルのところですね、はい、最近ねコードネームバスを使うので使っているお気に入りのタックルはねこんなセットですね。アブのですね、ビーストロケットっていうですね、このハイギアで深溝で、まあ丈夫であってっていうね、このリールがねお気に入りで使っておりまして、これなんかね、あのバリバスの P ラインの、6号直径のもの、8本寄りのものですね、これがね結構ねがっつりねいっぱい巻き込めるっていうことでお気に入りで使っております。そんでもって、竿のところがですねバンタムですね、これね、バンタムのですね、番手が書いてありますね、 170UH の SB っていうことで、およそ 800g までのルアーが投げることができるよっていうね、そういう剛竿なんですけども、でポイントはですね、これが170っていうことで、7フィートということで、こういう剛竿にしてはね比較的短い竿なのかなっていうね、ここがね結構お気に入りで使っていて、こうなんていうんですかね、ペッペッペッってねアクションをね、させ続けてあんまり疲れないっていうね、短いので、クイックなねアクションをコードネームバスとか、まあ、300g ぐらいのルアーにもね、入力することができるっていうことでね、お気に入りで使っております。でこのねアブのビーストロケット、なんだろう、いろいろなルアーで使ってみて、まあ小さめのルアーを投げるにはね、さすがにやっぱりスプールの感じとかかね、まあ投げづらいって思ったことがあったんですけども、こういうコードネームバスとかがぜん大きなルアーを使い出すとね非常に投げやすいんですよね。なんだろう、無理なくね投げれるっていうのと、で投げた後と、あと魚をかけた後とかゴリ巻きする時とかね、すごい剛性感があってね、グリ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 ってアクションさせられるし、フッキングも決まるし、それでもって寄せてくる時もね、安心感があるっていうことで、こんな感じの組み合わせで使っております。そしてですね、ラインシステムのところですね、こういう感じでね、そのねバリバスの PE ライン直結でね、ユニノットでこのスナップに結んでおります。こんな感じでね、で、こう絡み防止パイプをつけて、で、ここにね、浮き止めゴムをつけて、これでもってね、激しいアクションを入れてもそんなに絡まないよっていうね、感じにしております。まあね、ショックリーダーがないので、リグるのが簡単っていうところでね、で、このシステムについてね、コメント欄でご質問いただいたのがあったんですけども、この直結システムで、小さめのルアーとかとの相性どうですかねなんていうふうに、ご質問いただいたんですけども、リーダー組んでちゃんとしたシステム組むよりは、バイトの数は、格段に減ると思います。結構ね、なんだろう、実際に自分でちょっとね復古性を狙ってやろうかななんていう時に、このままでルアーだけ小さくしてってやってみた時なんかもね、バイトが極端に減るんであんまりおすすめできないかなね。こういうなんだろう、大きめのビッグベイトとかジャイアントベイトを投げる時はこっちの存在感の方が糸とかこういうパイプより際立って見えるのか、トップウォーターなんかでやっててもね、そんなに悪くないなっていう感じなんですけども、
ルアーデカめのものね、 100g を超えてくるようなものとかを投げるときにこのシステムを使うと便利だよっていうね、そんな感じですね。小さめのルアーの時はね、自分なんかも比較的フロロカーボンとかそういうのでしっかりとシステムを組むんじゃないかな、はたまためんどくさかったらこのシステムでやってる場合もあるんですけどもっていうね、そんな感じ印象ですね。でメリットとしては、結び直しの時間が早いので、シーバスなんかだとあの潮時なんて言ってですね、魚が、食う、ね、タイミングっていうのは一瞬で終わっちゃったりすることがあるので、そんな時に例えばラインが高切れして、システムを結び直さなければいけない、ね、そういった時間の間にその地合いが、過ぎてしまうなんていうのも、実際ね見たり自分で経験したりもしているので、そんな時にまあこのパイプを通すとかね、浮き止めを通すっていう手間はあるんですけども、 FG ノットとかを組むよりは、まあ、こっちの方がスピーディーに釣りに復帰できる、感じかななんていうことで、使ってみております。はい、というわけでね、まあちょっと見た目にはあんまりね美しくないんですけども、結構実用的な、チューニングですよ。ここにねグイグイ、まあ重り入れるのは一般的ですけどね、こういうちょっと浮くものをねいっぱい入れてみて、よりプカーンとね体を浮かしたいなっていう、そういうことでねやっております。SS モデルと F モデルと来たからね、来年ぐらいのウェブメンバー限定のコードネームバスはハイフロートモデル、さらにジャラジャラとしたラトルが追加されてるなんてのが出たらね、よりシーバスに効くんじゃないかななんて思うんですけども、いよいよ来年度の募集期間なんていうのもね、ウェブメンバー、発表されてましたので、自分の方でもねまた来年もねあのデプスのウェブメンバーは入ってみて、こういうね、釣れたら嬉しいなっていうね、こんなねルアーとかねどんどん買っていってレビューしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、デプスのですねウェブメンバー限定のですね、超巨大ルアーコードネームバス2020のフローティングモデルですね。これをね、若干、チューニングしてみたよっていうところと、それでね、ナイスなシーバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。